おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅宏です。今日はですね、相手に質問しましょうということでお話しさせていただきたいと思います。相手から質問されたら相手に答えるっていうのは当たり前のことなんですけども、これがなかなかビジネス英語の会話であったり交渉であったりミーティングであったり難しい局面になってくればくるほど、その周りの方々に話を振ってしまったりですとか、初心者とか中級者にありがちなんですけれども、少しこう笑ってなんとかごまかそうとしてしまったりですとか、いろんなこう逃げと言ったら変ですけれども、当たり前のことが当たり前にできないことがあります。それはもうできないからしょうがないんじゃないじゃないかっていうこともあるのかもしれませんけれども、それはそのできない方からの視点であって、やっぱり目の前に話す相手がいるのに他の方に話を振ってしまったりですとか逃げてしまったり、その答えが質問が分からなければ質問が分からないということで、相手に伝えるべき質問をすることが当たり前のコミュニケーションだと思います。自分が英語が下手だからうまくできないから分からないから、それがあるならそういうふうに相手に伝えること、できる限り自分の持っている英語で伝えることで自分のレベルも相手に伝わりますし、自分の気持ちもやはり相手に伝わります。ですので当たり前のことを当たり前に英語でもできるように意識していただければと思います。それでは頑張ってください。失礼します。